まあ、20年代はもうまだこう、まあ、子供だったもんですから、もうこれ全部畑はほとんど朝作ってます。日本のですね、大麻の事情っていうのが本来であればね、これは国がきちっと検証して、政策に反映してですね、国民の本当はあの公衆衛生に寄与しなきゃいけないものだと思ってるんですね。それ行われてないんで、専門家っていうかな、みんな集まって、まあ、法律を変えていきましょうというような運動をやっております。大麻って麻薬でも何でもないんですよ。大麻取締法っていうのがあって、これは植物を規制してるんですね。要するに日本の大麻取締法って使用の罪がないんですよ。例えば大麻を吸いました、これだけじゃね罪に問えないんですね。日本の法律っていうのは大麻を栽培もしくは所持手に持ってる、これを取り締まる法律なんですよ。変でしょ。そもそも日本はすごく大麻は危険なものであるっていう洗脳がものすごくて、で特に私は芸能人をしてたので、芸能人で大麻をやる人っていつも誤ってひどい目に遭ってる。だからあれはもうアンタッチャブル、触ってはいけないものっていう状態だったんですけど、やっぱり海外にいっぱい出るようになると、そこかしこに普通にあるわけじゃないですか。みんな普通に吸ってるし、でも医療大麻っていう次元まで世界は来ていたりとか、でがん患者なんかは痛みが治まって食欲が出てよく眠れるっていうんだよね、大麻すると。で俺はその頃はその医療大麻なんて知らなくて、ただ自分であの肺になりたくて吸ってるだけだったんだけど、これはすごいと思って、でまあいろいろ病人に配ったりしてて、で胃をね全部摘と、全部摘出と、胃と腎臓胆のうと全部摘出したんで、でかろうじて生きてる間のその1年間の間でまた直腸に転移して、直腸がん合わせらって、でもあと余命3ヶ月って言われて医者に、でも、まあ、処置としてはもう人工肛門作ろうが何しようが合うとかね、3ヶ月死ぬと、薬物治療せよと。もうだけどもうどっちみち死ぬやったらもうやっと無駄やしと思って、その痛みとそのなんていうかな、体の不調っていうのをこうこらえるためにもう物食べれないし、野菜ジュース飲みながら、まあ、断食状態ずっともう朝昼晩断食しながらこう野菜ジュース飲んで、痛くなってきたらタイマー吸って、でタイマー吸ってこう体がすごい楽になるから、でそれをずっと繰り返し繰り返しやってるうちに治っちゃった。海外ではタイマー、要するにカナビスっていうものが研究されてて、これもあのメディカルカナビスだとかたくさんできてますよね。でそういう議論が全くなされてないんですよ。それと人格破壊起きるなんてことは全く起きないっていうかな、海外から見たらねこれ笑われてる。1945年に進駐軍がまあ日本が敗戦して負けてきた時に、最初にね発せられた勅令に基づくんですよ。これメモランダムでちゃんと私たちのところの委員会であります。混同していろいろやってるわけですよ。当時のね法制局長官っていう立場の人がね、なんかあの間違いじゃないか、麻薬の麻と大麻の麻っていうのが同じ字なんで間違えたんじゃないかなんていう冗談話したぐらいだっていう。でそれはその戦勝国から日本に押し付けられた法律なんですね。戦前にはねこれ大麻って栽培奨励されていました。で多分一つはね、日本のアイデンティティに深く関わる問題をその根こそぎ行こうと、日本のアイデンティティをなくそうっていうのがあったんじゃないかな。大麻の禁止法が通った時にね、ちゃんとあの議会で議論なんかをしてないんだよね。ただその裏には何があるのかっていうことはいろいろ話があるわけで、あの一説によると、まあ、石油産業とその麻製品という部分でのバッティングするところ、全部大麻製品、いろんなの繊維とかに洋服にも使われてた、洋服っていうか服にも使われてたけど、全て石油製品に入れ替わってきたっていう歴史が証明してると思うんだけどね。これもね、あの日本人と大麻の関わりはほとんど今の日本人の人忘れちゃってるんですけど、伊勢神宮にお参りに行きますよね。でお札をいただくじゃないですか。あそこにね、神宮大麻って書いてあるんですよ。広辞苑っていう一番日本で有名な辞書があるけど、それで大麻って引くとまず出てくるのは伊勢神宮 の, あのお札のことですっていうふうに出てくるんですね。そのくらいあの日本と日本の歴史と
その大麻というのは深いつながりがあるものです。戦没者の学生、要するに戦争に駆り出された学生を祀っているところが沖縄にあるんですけども、ひめゆりの女学生がね、怪我をした人たちの看病なんかをしてたということで、ひめゆりの塔っていうのが沖縄にあるんですけど、そこにひめゆり記念館っていうのがあります。そこ入って、すぐにね、左側のところに大麻礼拝っていう記述があるんです。でこの大麻礼拝とは一体何なのかっていうね、そのただちゃんとした説明書きがあるんですけども、大麻とは天皇皇室を示すってはっきり書いてあるんです。ひふみのりとっていう神主がいう大祓いの祝詞の後に喋るものなんだけど、そこに大麻をたくさん育みなさいと、そしたら罪や汚れが遠くに行って、そして作物がたくさんできますよ、ただそれだけの話なんですよ。生命力が強い大麻をたくさん育てれば、交戦してくる罪汚れが遠くに去るから、天から与えられた田畑を雨水を垂らして一生懸命耕すことができますよ、ただこれだけの意味なんですよ、最初に捕まった場合では執行猶予がついたりとかして、でも2度3度捕まるともう本当に3年7年5年とか、最初はだからその法律がおかしいで、その俺はがん患者にも挙げてたから生存権の侵害だって、憲法に生存権の規定があって、その憲法25条の生存権に大麻取締法は反して憲法違反だっていう、そういう主張をしたのね、捕まって。で俺は一審から最高裁までその主張し続けたんだけど、一言も裁判所はそれについて全く触れなかった。今日本の中でね、これを大麻のことを議論した場合にはですね、麻薬をその使用する推進論者というふうに見られるっていうか、レッテルを貼られるんですね。ね、日本にはね、基本的にだから民主主義っていうのがないんだよね、本当は。私たちみたいに国民の中からでもね、これをちゃんとそういう形で検証してくださいっていう人たちが今までたくさんいたんですけども、一切それがなされてなかった。民主主義っていうのは個人主義がないと成立しないでしょう。美味しいかもしれない。あ、でもそんなでもない。こっちでもいいでしょ。これ、これ、これ。やばいね、幸せだな、やっぱ。みんなで住むの。これでもいいですよね。こういう食事十分だよね。うん、朝の本来の使用目的をもう少し議論してもらえばね、いいと思いますよ。ただ大麻だって言って、そちらの方だけの規制とかね、話し切るでしょ。だからこの繊維にしたとか昔の歴史をもう少しその議論すればね、もう少しあさってものを見直されると思いますね。やっぱりどうしても若くてただ衰退だけの人たちっていうのは誤解されちゃいますしね。だからそういう意味でなかなかすごくうまく いかないのが現状っていうか、非常に難しいところではあると思うんですけど、地上にいろんな生えてるいろんな化合物、いらないものを全部吸い取ってくるんだ。それで葉っぱで吸い取って、種に吸い取って、その化合物が出さないという作用、恐ろしい作用を持ってるわけよ。これは今の放射能考えてごらん。放射能全部吸うんだ。もちろん部類で証明されてるんだ、実は。ところが日本はそれは今の法律があるからって言って反対しとるわけよ、日本政府は。アホンダラは。例えば麻の実を絞った油で、僕らSOV って言ってますけど、ストレートベジタブルオイル、このまんまでディーゼル機関を動かしますよね。そういう使い方もできるものであるから、僕なんか思うんですけど、循環型社会を、日本っていうのはずっとやってたわけなんですけども、それにはやっぱ非常にその麻っていうのが有用だったっていうのが歴史上立証されてるし、また今のね、現代の海外でもそういう麻の特性っていうのを大変利用して、大いに利用しようということで研究が進んでると思います。日本は全くできないんですよ、法律があるから。法律を変える前に
そのいろんな人たちがやっぱ関心を示していく大麻の本当の効用性っていうのをね知るべきやと思うね。これはやっぱりこう誰かに教えてもらうか自分でやっぱり興味を持った人たちがもう美容にも健康にも最高やから、だから例えばもう便通が悪いとかお肌が荒れてるとか全部大麻で治るんよ。今輸入品でもそんなぐらいのあるわけで、政府とか学校で教わったこととか新聞とかテレビとか偉そうな人たちが言ってることは本当は嘘なんじゃないかっていうふうに思う人がすごく増えてきている。いろんな意味で時代のこう変わり目変わりにおいてこの大麻草の問題っていうのは非常に面白いものだと私は思ってます。人の意識が変わっていくところでね生態学とか生態あの分子栄養学とかっていうのはね勉強したから引き継いだのがパーサーなそこにいくつくね完璧やね。そう考えてもでこの完璧な動きを法律的にするのやろと、こんだけすごいもの他のものは何も言わないわけですよね。朝だけこういう大麻と一緒にそうですよ。おかしいね、産業すべて朝にあってもいいぐらいね。日本人ってさ結構ライボンでもなんでもない。これクッキーなんですけどね、シゲクッキーって呼ばれてます。皆さんも分かりますよね、これ非常に体にいいもんですこれでいいかな、うん。